今日は2月6日、7日でした。7日、夜の10時25分になっています。こんな深夜のおへそカフェで、2階がなんかガヤガヤしておりますが、一体何が行われているんでしょう。早速行ってみようと思います。秘密の夜会にようこそ。これは秘密の夜会なんでしょうか。まあ、招待制。そうです。あまり喋れないですけど。内緒です。そうなんですね。内緒だそうです。はい、そうなんか このメンバーはどういった顔ぶれで今日は集まられているんですかね。今日は、秘密のつながりでつながってます、はい、秘密の、はい、私と直太さんが主催の直太さん、ね、リーダーですね、はい、そうですね。お隣が どこが正解でどこが西尾のアフリカショップのバイヤーです。バイヤーさんです。はい、はい、お前田さんが一番ツッコミの鋭い人かなと思ってたんですけど、はい、ただ、はい、カメラマンの、はい、あ、前田さんです。どこに突っ込むのか、はい、ちょっと期待。まあ、初めましての、はい、そうなの。2回目です。石原さんです。この回は2回目です。なるちゃん初めましてです。多分初めてです。2回目ですけど、はい、このお店の店主です。店主の。そうなんですね。そうそうそう、なります。すみません、急に突撃的な。はい、石原です。石原です。石原さんです。タイミング悪いのかって言われました。はい、石原さんの石原です。今ちょっと昔遊んでたんですけども、はい、はい、今は石原さんっていう彼の紹介で初めて初めておへそカフェやらせていただきました。どうも、カフェの常連です、はい、おへそカフェの第2の店長です。第2の店長だそうで。いないでしょ。嘘です。カラサメさんグダグダな、はグダグダです。走るミニマリストです。はい、みんな適当に話し始めましたね。はい、あいつは現役時代僕の就職の時に今日私はシャイ君だが肝心の目がどうしたんですか。赤いババカ鬼はブシャー秘密かグールかどっちかカットカットあ、ごめん、トウモロコシが。はい、ありがとうございました。そんなわけで、なおたん、ひだけ、マックス、このようにただいま男性諸君、個性派揃いでございます。来月も行いますので、女性の皆さんもどうぞこのような楽しい会にぜひお集まりください。なおたん、聞き物系マックスでした。さよなら。